田村真美さん、はい、国民民主党新緑風会の田村真美でございます。本日は和田先生、そして倉持先生、ありがとうございます。私たちも先ほど千越先生が宿題を多くいただいたというふうに話していた通り、私もぜひいろんなこれまでのご経験、そして知見をお知らせいただいて、今後の政策に生かしていけるように今日もご質問したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私自身もともとサラリーマンやっていまして、小売業やサービス業、飲食業を営んでいる企業で働いておりました。ですので今回の本当に新型コロナウイルスの感染症拡大の中での影響を受けた事業者っていうふうなところの括りの中でいきますと、本当に第1波第2波の時には人流抑制という名のもとに、そのスーパーマーケットや百貨店等が休業を迫られるようなことだったりとか、対策をしながら開けていてもさまざまな批判が、あったり、また合わせて、クラスターの発生というものがその事業に与える影響というのが本当に大きかったというのが、この2年間の中でその業界の皆さんからいただいている声ですし、私もその場で働いていた一人として、本当に一生懸命感染対策しているのに、なんでその同じように1波人か10波人からげで全部閉めろっていうふうに言われるんだということを本当にたくさん声いただいたんですね。なので私はその2000年のもう5月に政府が業種別のガイドラインっていうのを各業界団体に出してくれということを指示をしまして、各関係省庁が業種別ガイドライン作るようにということで、所管省庁がチェックをしながら、今内閣府のコロナ対策のホームページのところに掲載されているのが81個業種別のガイドライン掲載されているんですよね。ですが残念ながら多くはノロウイルスの感染症の対策の何かひな型をもとに、少しだけ自分たちの業種に合わせたような書きぶりを変えてるっていうような状態のものが当初多かったです。で、さまざまな場面で、このいろんな知見が加わっている中で、改善をしないっていうこと、改廃をしないことはおかしいっていうこと、またどういう専門家の人がそれをチェックしているかっていうことが一切記載がないので、どれだけ信用性があるのかがわからないっていうことを、指摘し続けたんですけれども、改廃はだいぶ、されるようにはなってきたんですが、未だにどういう専門家の人たちがチェックしているかというのはわからないまんまです。そういう業種別のガイドライン、今2年間私たちいろんな教訓ありましたし、クラスター対策ということで、いろんな場面で感染の対策を打ち続けてきたわけなので、この今後のこの業種別のガイドライン、掲載続けられてますけれども、これだけ必要なのか、それとも私としてはせっかくやるんだったら、文字だけのガイドラインよりかは、去年、倉持先生が提出された資料の中のように、ご自身の病院、写真で分かるような形で、具体的にどう対策したらいいかっていう、ここまであれば私は意味があると思うんですけれども、文字だけの業種別ガイドライン、今後、どのように、していけばいいのか、これまでの評価と今後の在り方、それをお二人の先生にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず和田工術人、ご質問ありがとうございました。業種別ガイドラインは私もいくつか拝見させていただいて、名前も入れていただいているものもございます。もう2年前ですか、最初の頃に、ゴールデンウィークの前後だったと思いますが、業種別ガイドラインをということで、まずはそれぞれの、場面がさまざまでございますので、一番やはり今までも連携になる中での、事業者の方の、業界団体の方にガイドラインを作っていただく、でそれを、落としていただくことが、おそらく現場にも馴染むだろうということで始められております。その後もそれぞれのガイドラインの特徴にもよりますが、改定されているところもあれば、ちょっとされていないところもあります。で、あくまでやはりその業種別ガイドラインというのは、もう最初のステップでありまして、で本来もう少しやってもよかったかなというふうに思いますのが、やはりその業種の中でのいろいろなこの良好事例の共有であるとか、やはり困っているところは大体共通しておりますので、そういったところをお互いにシェアすることがいいのかなというふうに思います。そういった場面もですね、ぜひ作っていただきたいということで、ご協力いただきましたところに私も何度も参加させていただいておりますが、なかなかうちこういうことをしてるんだけど、どうでしょう
うかみたいなことをですね、言うと、何でしょうか、お宅そういうことをやってるんですかみたいなことを言われるんじゃないかということで、先ほど私もお話しさせていただいたように、かなり皆さんその責任と、だけど実際どうだっていうところに悩まれていたのかなというふうに思います。まあ、かといって感染症、まあ、分かる専門家というのも、数が少なかったりだとかということで、まあ、意見も異なっておりますので、結局どっちだみたいなことに、まあ、悩みながら、まあ、現場の方は今、今日に至るんだろうというふうに思います。ですので、まあ、業種別ガイドラインはもちろんそれは引き続き書いていただけるのであれば書いていただいてというふうに思いますが、やはり現場において、まあ、オミクロンを想定した中で、そしてワクチンが出てきている中で、何が今困って、何を、まあ、改善していくのかといったことは、まあ、本来であれば、まあ、業種の中、または私は市の単位でですね、もう少しそういった集まりの場を作っていただければと思います。特に飲食の場面だとか、特に業界団体がすごく強いというところではなかったりしますので、まあちょっと集めてですね、お互いにこう話をするような場面だとか、お互いに学び合えることは多いと思いますが、そういったことがなかなか書かれておりませんので、まあ、自主的にやっておられるところもあるんでしょうけど、なかなか手を挙げてといったところが、まだ少ないように思っておりますので、ぜひ次のステージに移りながら、まあ、特に重点措置の開けているところもありますので、積極的にお互いに声を掛け合うようなことが大事だろうと思っております。倉持口述人。ですね、私、実際に那須塩原市の旅行業ですね、そこで感染症のガイドラインとかを一緒に作ったり、あるいは学校教育委員会にお話しに行ってですね、なんとかそういうついたての設置を進められないかとかですね、相談したことがあったんですが、現実的にはですね、きちんとしたやはりエビデンスがベースにないと、どこのガイドラインもそれが作れないんですね。で、結局この飛沫、エオロゾル、接触、これを社会生活の中でいかにきちんと感染予防効果があるもので対応していけるのかと。でもう2年半経つわけですから、実際にはもうそういう例えば換気の専門家であるとか、それがウイルスの専門家と一緒にですね、検証してどういう殺菌方法、あるいは換気扇が、私も今実際にオミクロン株の患者さんがいる中で、いろいろな殺菌灯を使って実際に空気を集めて PCR かけてですね、どういったものが効果あるのかとか私が検証してるんですね。そんなことじゃ進みませんので、ぜひ国でそういう専門家のチームを作っていただいてですね、その根幹をエビデンスにして各業種に広めていくというやり方がやはり正しいんだと思います。田村真美さん。はい、ありがとうございます。本当にこの専門家が少ないって言われる中で、私たちそして、臨床の現場の皆様がこう経験されたこと、そしてこれまでクラスター発生したっていうところの現場の状況をしっかりと把握しながら、しかも、今言っていただいたとおり、やっぱり私は元になるものを一度国としてきちっと出さなければ、換気をするといっても本当にその数字が正しいかどうか。一番当初私が指摘したのが、発熱症状があるときに括弧37.何度とかっていうふうにこのガイドラインに書いてあったんですけど、業種ごとに体温の書いてる温度違ったんですよね。これ何なんだって話なんですよ。このゲームセンターに行くときにはこの体温だったら入っちゃいけないけども、百貨店だったらいいのかって、そんな話になるじゃないかっていうことで、まあ、本当に大元となるエビデンスをやっぱり国として出して、このガイドラインやっぱり進めていかなければいけないと思いますので、まあ、業種ごとに細かくすることではなくて、より中身のあるものに変えていかなければいけないってことが今の話で分かりました。ありがとうございます。本当に、和田先生がおっしゃった通り、どうしても企業の対策ってプラスプラスになるんですよね。今もう私、エレベーターの人数制限、本当に必要なのかなと思います。短時間で喋らずに乗っていたら、本当にあれ、いるのかなとか、まあ、そういうふうに一つずつ市民、国民も分かってきてることがあるはずなんですね。ですが、責任を取るのが怖いとか、非難があるんじゃないかってことでやめれなくなっていることが本当に多いと思います。ですので、私はぜひこの後私たちがやれることを増やしていくために、どういう対策が必要かってことを探っていきたいと思います。で、そういう中で、私自身、ワクチン・検査パッケージ、これが出たところは少し光だと思ったんですけれども、まあ、一方で倉持先生はその PCR 検査が増えていかないというところでの課題もおっしゃっていましたので、まあ、一旦今、停止になってますが、このワクチン・検査パッケージについてのご評価と今後の在り方について、お話をお二人からいただければと思います。お二人から、はい、和田口述人。
ワクチン検査パッケージの前に、先ほどちょっと話でちょっと1点だけ述べさせていただくと、やはり国がいろいろと関わってくるというのはいいことなんですが、やはりちょっと厳しくなる傾向がどうしてもあるので、それだけはちょっとないように、より現場に沿ったものになるようなといったところで、かなり現場の方の主体的な関わりも大事だろうというふうなことはちょっと付け加えさせていただきます。そしてワクチン検査パッケージです。これもですね、今から振り返ると、まさに昨年の10、11、12月に一番運用するのが良かったというところであります。もちろんそれでもやはり慎重にということで、いわゆる技術実証などもですね、やっていただいているうちに、ちょっとオミクロン株出てきて、なかなか使えなかったといったところがあります。で、その中で、今後、そのワクチンの接種、3回目もやっておりますけれども、それをじゃあどうやって、この春以降ですね、ワクチン検査制度としてやっていくのか、感染対策なのか、それともワクチンの接種のいわゆるインセンティブとこにするのかといったところも出てこようかなというふうに思います。ただ何かを追加することによって、やはりユーザーにとって、それが納得感があり、価値、かつ何か便益が得られなければというふうに思いますが、なかなか私も自分がじゃあ3回目のワクチン接種の記録をこう何か見せてですね、何かをやるっていうのがちょっと想像がつかないところがございます。ですので、そこは一つには入国の時に使うっていうのはもうこれすでに世界的で行われておりますし、やめた国も出ておりますが、日本でどうしたらできることが増えて、より国民にとってですね、便益が得られるのかといった視点で、考えていく必要があると考えております。倉持浩実に。私は医師の立場からですね、このワクチンの効果っていうのは、いわゆるその抗体化といってですね、液性免疫といって、でそれはもう時間が経てば効果が落ちるということが分かってきてるんですね。でもう一つ細胞性免疫といって、リンパ球などが働いてこう免疫が作動するんですけど、残念ながらそういった面の研究ってですね、サンプルが生ものでたくさん集めて研究しないと分からないので、なかなか進んでない面があるんですね。で実際そういうワクチンの効果をちゃんと検証して、そして例えば健康診断でいいですから、抗体価の測定とかをそこに取り入れてですね、そして低くなったらもう定期的に打つとかですね、高い人は打たなくていいとか、あるいは基礎疾患、特殊な免疫の病気とか血液疾患ある方、抗体十分つきませんから、ですからそういった科学的な仕組みを取り入れながらですね、社会生活に支障をきたさないような仕組みを作るべきだと思います。田村真美さん。はい、ありがとうございます。私も本当に同感で、ワクチン検査パッケージを導入して運用し始めるのが本当に遅かったというふうに思います。あれ自体が実証実験を一部でやってという国の慎重さも理解はできるんですけれども、パンデミックって状況の時に、やっぱり早く進めていかなければ、その次の手が打てないという意味でいくと、やはり3回目の接種が遅れていることもそうですけれども、徐々にやっぱりそのしわ寄せが出てきているということですので、今後もその3回目の接種と、じゃあ社会を動かす、経済を動かすというところで、どのような方策がいいかということは、改めて考えていきたいというふうに思います。ちょっと時間がなくなってきましたので、最後に倉持先生にちょっと事前にもちらっとお話をしたんですけれども、私さっきの経験上、いろんなサービスを提供するという従業員として働いていたときに、今カスタマーハラスメントというのが私の現場ではすごい大きな課題になっています。でしかもコロナ禍の中で増えたというアンケート結果も出ています。今、カスタマーハラスメントと言ったんですが、それは提供するサービスの範囲を超えて、なかなか社会通念上理解のできないような苦情ではなくて、もう要求だったりとか、あとは暴言だったりとか、そのようなことを現場で受けるっていうことが起きています。今、本当に臨床の現場でいろんなご苦労されながら診断、診療されているんですけれども、患者さんを第一に考えていろんな行動をされているんですが、やっぱりそういうハラスメントに近いようなことも分からないウイルスだからこその部分もあるかもしれませんが、現場としてそういうのあったかどうかっていうところを少し状況をお聞かせください。倉持浩実人。はい、実際にですね、我々診療しているとですね、実際にコロナの患者さんから唾を吐きかけられたりとかですね、病院から脱走して逃げちゃったりとかですね、起こった暴れたりとかって、そういうことはたくさんあります。でただそれはもう我々の職務として患者さんの健康を守ることがあるのでやむを得ない
と思って感染対策いろいろ職員に指導したりしてるんですが、一方ですね、やはりそういう現場がきちんと真っ当なことができるようにですね、やはりそこでルール作り法整備っていうのがずっとされてこなかったですから、特に第2波の時では若い、まあ、そういうキャバクラとかホストの人たちがですね暴れて全然病院の業務がうまくいかなかったっていうのが第2波での医療従事者の苦悩となって離職している方もたくさんいましたので、ですからやはりそういう面のサポートもいただきたいというふうには思っております。ありがとうございました。ハラスメントだけではなくてカスタマーハラスメント対策もぜひ進めていきたいと思います。ありがとうございました。